フォークトで行った局所的に声帯を生かしたまま染色して観察する方法ね、フォークトで行った局所声帯染色法。材料は交配です、ね、実際はね、ニュートラルレッドとかナイルブルーとかっていう無害な色素ね、生体、ね、生かしたまま染めるんだから、ね、あの無害な生体に無害な色素を使って行う実験だけど、ね、今日はねちょっと分かりやすいようにその印を色じゃなくてこう番号で、印をつけてみましょうか、ね、実際こう肺にね番号を振ることはないんだけど、ね、今回はちょっと授業のために分かりやすくね1,2,3,4,5,6,7 って感じで番号を振ってみますよ。この番号を追ってってね、例えば123番は将来オタマジャクシのどこになるんだろうっていうのを解析するのが局所生態染色法なの、ね、もう勉強が進んでる子、もう勉強が進んでる子は先生知ってるよって、123番は神経になって4号あたりは確か脊索になって、で下半分、ね、67は内海洋になるんじゃなかったっけって、ね、思うかもしれない。でそれでねもうほぼほぼねいいんだけど、これねストーリーを追ってこれ誰かに解説できるように、ここはこういう過程を経て神経になるんですよっていうのをね誰かに説明できるようになったら、ね、発声すごく得意、ね、マスターできますから、ちょっと見ていきましょうか、ね、これ包肺だいたい脊索の少し、ね、下この辺から原稿、この辺に原稿ができてここから貫入が起こっていくね。植物局側から貫入は起こりますよ。こんな風にね、内肺葉とか内肺葉とか中肺葉の領域、これは全部内側にのめり込んでしまいます。だいたいこの辺、この辺の細胞は全部内側にのめり込んでしまいます、ね、外からは見えない内側にのめり込んでしまいます。このできた空洞が原稿だね。123番は上の方にあるからのめり込んではいきません。123、ね、こんな感じかな、ね、のめり込んではいきません。だけど4567は全部内側に、ね、のめり込んでしまいます、ね、45そして、まあ、67って感じかな、ね、こんな風にねこうグイーッと内側にグイーッとのめり込んでいくから、ね、45そして67の番号が肺の内側にね、めり込んでいきますよ。そしてこの次どうなるかっていうと神経肺だね、神経肺、ね、神経肺、神経肺では123番がまだ背中側に見えてますね。123番ね、この領域って何になるんだったっけ、ね、この領域っていうのはここで内側にのめり込んだ、ね、脊索になるような細胞から神経誘導を受けるんだよね。あ、神経誘導を受けるんだよね。ね、内側にのめり込んだ脊索になるような細胞層から裏打ちされるように123番あたりの細胞は神経誘導を受ける。そして123番は神経板になっていくのね。神経板はやがて閉じてこう両方から盛り上がりが123番をこう優しく包み込むようにして、ね、123番をこう優しくこう包み込むようにして、ね、あの僕の手のひらに123番があるとしたらそれをこう優しく両側から包み込むようにして、ね、あの中が空洞になる管ができるんだね。123番をこう包み込むようにして、ね、123番を包み込むようにして管ができる。だからこれこんな風に断面を見てあげると中に神経管の空洞があるんですね。空洞が、そして123番はその空洞の1、2、そこに位置するはずだ、ね、そこに位置するはず。さらにもっと言えば幻聴は将来腸になるんだから、うん、将来腸になるんだからこれね、あのここが将来腸になるってことね。4567はやっぱりその順番に
4567っていうふうな順番に番号が位置してるはずだね。確かに教科書を見ると、ね、教科書はもっと数字がいっぱいあるけど1234567の順番に番号が振られていると思います。でこれをね、あの丸暗記して覚える人とこういうストーリーを描いて、しっかり理解している人では入試で必ず差がついてきますからね。フォークとの局所生態線速報、ね、発生の流れを全部、ね、総復習できるようないい実験ですから、ね、よくマスターしておきましょう、ね、大切なのはあの、結果的には1234567、ね、1234567の順番で番号が振られますが、ね、こうなる前がね、この過程が大切ですから ね、しっかりマスターしてあの発生学を得意になってほしいと思います、ね、一緒にまた頑張っていきましょう。